れ様でございます。木曜日、はい、今日はこんな感じでございます。久々にね、カツを一から揚げました。チキンカツ一回オーブンで焼いてね、塩コショウで下味をつけて、とんかつで、あ、チキンカツですと。ソースかけなくてもね、結構しっかり味付けたんで大丈夫だと思うんですけど、でもまあ若いのにとっちゃ薄味かなと。はい、新しいね、焼き鳥とんかチキンカツなんてね、B 級グルメにの B 級グルメでね、困ってる市町村の方いらっしゃったらね、私に一報いただければね、B 級グルメなんてもう100、200持ってますからね。お困りの市町村の方、私に一報いただければね、やりますよ。そこそこのお値段で B 級グルメ考えますよ。今日大学芋乗ってまーす。はい。ね、塩コショウとんかつ。ね、味塩コショウにね、このスポンサーをつければ、なんとね、このいろんな展開が見込めるじゃないかな。ね。こんな感じ、焼きそばもあるよ。やっぱね、ミニトマトの赤とかケチャップの赤っていうのはちょっと彩度が低いです。明度と彩度は低いですから。紅生姜やっぱね、明度と彩度高いですね。ほら、やっぱりちょっとくすんでるじゃないですか、赤とはいえ。でも紅生姜なんかは映えるね。これは明度と彩度が高い証拠です。はい。なんだかんだで光のね、反射加減ですけどね。ね、こう反射率の高いもの混ぜればいいんですよ食べ物にね。いや、僕はやんないけど、じゃあね、こんな感じです。いいんじゃない、今日もいろんな色混ざってて、大学芋だよ、のもうね、残さないでね。はい、というわけでありがとうございました。よかったことは、チャンネル登録よろしくね。あと4回頑張っていこう。Thank you.